どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京ぐるりインボーク、年末年始じゃねえわ、新春キャンペーン、強敵チャレンジクエスト第1弾ということで、VS タタラが来てますね。最近ちょっと時間がなくて、全くインボークやる時間がなかったんですけども、これ周回するとだいぶ報酬がうまいということで、土曜日の、まあもう昼なんですけど、早速ここから回っていきたいと思います。 S に関しては初見挑戦です。で A はね、オートで回したんですけども、なんかあれだよね、ダメージ 100% カットがあるんで、まあ確実にブレイクさせなきゃいけないということで、相手がね、どんだけブレイクに耐性があるか分かんない、とりあえずフレンドのノロ、連れて行って、俺もまあこんな感じで8、ブレイク性の高い8と、まあもう本当にまああれだよね、剥がせるまではずっと毎ターンブレイクしなきゃいけないんで、耐久ということで8で相手の攻撃力を落として10日で回復しつつ、3人のブレイカーで回して回して、皮を剥いでいくという、そういうコンセプトでいきたいと思います。ではいきましょう。まあノロ、どうだろうな、俺もノロ入れた方が良かったのかな。ただなんかね、最近回復の強さやっぱ知っちゃってさ、待て、バカたれー。今オートになってた、危なかった。トーカーだけが動いてくれてよかった。5枚あるのか、ダメか100、ブレイカーからのダメか100、クリティカルがアップ、なるほどね。ブレイクディフェンス、ああ、なるほど。最後4枚目まで結構柔らかいんだね。自分でなんか柔らかくなっちゃってるんだね。タタのウェーブ2万アップ。どういうこと？自分で下げて、エトに上げてもらってるな。まあ、とりあえず、やる順番としては、エトをまず剥がすでしょ。あ、まあ、そこまで硬くないということは、こうだな。マジか。ここでシフト2回使っちゃうの、ちょっともったいねえな。これどうなんだ、ノロで上殴りてえな。ノロで上殴ろう。あ、オッケーオッケーオッケー。これで、金木出して、こっち、金木をこっちでやって、で、スキル使って、金木のスキルを使うと。で、最後、10日で、ブレイクさせると。オッケーオッケー。次はシフト使いたくないけど、どうなんだろうか。ノロ下に打てば、ノロ溜まるのかな。まあ、エトにノロ打つか。ノロ打つっていうか、ノロで攻撃して、ブレイクできればそれで OK だし、とりあえずこのターンはシフト使いたくないね。おお、アタック、まあいいや、アタックダウンでしょ、全然 OK。 こっちにノロ、微妙いな。これを金木でやれるかって言ったら微妙なんだよな。でもこれブレイクしないとやばいしな。きついぞこれ、ちょっと待ってよ、これ金切り飛ばせんのかな、いけるね。いやー、ここシフト使わないといけないかな。スキル使って金切り96000の、おお、いけるね。シフト1回使おうか。じゃあノロを下げるんではなくて金切りを下げよう。あー、待てよ、こっちだな。あ、こっちでいいな。次は多分シフト使わないでいけると思うんだけどな。厄介だな。最後のダメかが剥がれた、あれ？エトってダメかだったっけ？毎ターンこいつ打ってくの厄介。エトはなんだっけ？あ、クリティカル JHP 回復か。ならエトに対しては別にダメージは通るんだよな。ノロ打って。オッケーオッケー、いけるね。もうとりあえず10日使っとこうか。でこのターンシフト使わずに突破できるから、エトも使っちゃって、あいつらがね、なんかスキルとか隠し持ってんの嫌だな。なんかでかい攻撃飛んでくるんだろうか。とりあえずエトの顔全部剥がしたが、いかんせんこっち火力ないからな。火力ない上にエトのデバフかけられてるんで、なかなか耐久戦になりそう。アタック 300%、
あれを壊しちゃうと、あいつ耐久上がんだっけ。行け。これで、エトの方にスキルを打とう。あ、まあまあまあ倒せなくはないな。とりあえず厄介なエトのデバフを、なくしたいんで、多分このターンぐらいで打ってくるでしょう。あいつをマジでやりたい。まあ 50% ダウンしても今アタック上がったから、まあ、どうせ90万ぐらい入るんで、これで、あ、ピョってんのか。なるほどね。うわー、ピョきつ。ここシフト2回使うか迷うな。一旦金切らすか。あー、でもこんなもんなんだ。あー、使うしかねえか。で金切れ殴る。いやー、これ待てよ、これ待て待て待て、これスキル取った方が良くないか。これスキル取っといた方がいいな。まだ金切のカグネしまわねえよな。大丈夫だよな。ちょ、これスキル取っとこう。次のターンまでスキルで、ブレイクを削るちょっと手伝いをしてもらって、出血のダメージの入る量がえげつない剣について、で、ノロかな、いや金木かな、いやノロかな、いやまあどっちやっても同じかな、ノロでいこう。で、おー、なるほどなるほど。これを金木で剥がせるか、まあ微妙だぞというところで、いけるかな。あー、無理だったか。うわー、ならこれエトで、エトをシフトしてあれなんだよな。まあそれは結果論でしかないから、行くよ。行け。それアタックダウン、早いとこエトを処理したいな。そう、なんかあれ今みたいなプレミが、おー、やべえ、これはやばいな。金木ピヨっちゃったよ。金木使い物なんねえな。どうしようかな。ここ金木でしばけたらでかいが、いや、エトじゃないわ。ノロだな。ノロで、やって、スキブ使って、弾く。いやー、ここ金木当ててくれ、頼む。あ、ダメか、動かねえな。じゃあこれはどうか。多分ね、ピヨってる間にね、金木の壁で溶けちゃうんだよね。はいはい、邪魔だ。あいつ出血で死ぬんじゃないか。俺タタラに全然攻撃してないけどさ、あいつさては出血で死ぬんじゃないか。また動かねえ。いや、ここやべえな。シフト2個使っちゃうわ。行くよ。これやべえぞ。シフト2個使っちゃった。打って。で、10日かな。やるな。落ちろ。ここでまた、まあ、こっちが死ぬことは今んとこないけど、相手がでけえスキル打ってこない限り、まあ、こっちもなんか決定打がないんだよな。あ、絶対わかる。俺立ったらあいつ出血で死ぬ。あいつは出血で死亡。金木のカグネは解けたんだろうか。ここはまああれだな、金木
羽根木を出すのが正解だろう。畳みかけます。あ、溶けてねえべ。なんとかシフトギリギリで持ちこたえてるけど、ここだな。羽根木持っていける？君持ってけないよね、持ってけないよね。置いておくか。これまた金木ピオらせられたら最悪だな。ここはシフトを使いたくない。タタラさんどんまいです。こっち、これはねタタラ多分しばけると思うんだよね。なんでスキブ使って金木でタタラを葬り去る。やるな。オッケーオッケー、だいぶ楽になったべ。まあでもこれを周回するってなると結構きついな。またなんだ、あ、このやり方じゃダメだ、この耐久パじゃダメだな、めんどくせえだけだ。また考えねえと。はい、行け。これなんだよな、こいつのアタック、まあ俺がいつもやってることなんだけど、こいつのアタックを半減させるせいで話がややこしくなってる。行くよ。畳みかけます。せい。そこ。はい。第2弾は何が来るんだろうな。タタラエト、タタラエトときたら。なんだ次は。ここ考えどころだ。そこだ。そこ。そこ。有馬、最後になんか有馬あたり来そうだけどね。ここら辺まだ全然ぬるいから。いいけどさ、なんかナルカミアリマ、あ、ブレイカーアリマか、ブレイカーアリマの方とか来たらやばそう。そこ。ちょ待って。こいつマジしぶてえな。行け。ノロ打って、ノロのカグネ、OK、これで終わり。長き戦いだった、久しぶりに。まあでも安定するのはこの耐久かな。でもこれで50周回れって言われたらね、えどんだけ時間がかかるんだろうね。はい、ということで、今回はなんだっけ、強敵、VS 強敵キャラクターっていう名前だっけ、イベント忘れちゃったんですけど、まあ初見クリアということで、まあ耐久パならまあ負けることはないかな今のところ。よっぽどのことがない限り混乱とかね。はい、ということでまた次回実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。